化放送おはようテラちゃん。6月15日火曜日5時になりました。おはようございます、寺島直政です。いい天気ですね。青空が覗き始めています。今朝は星も見えました。ただ昨日ですね、関東甲信は梅雨入りしたと見られると発表されています。関東甲信の梅雨入りは平年より1週間7日ですね、去年より3日、いずれも遅くなっています。この先1週間曇りや雨の日が続く見込みですね。ご存知の通り、梅雨入り13日までに沖縄、奄美、九州南部、北部、四国、中国、近畿、東海、こちらでも発表されていて、昨日午前11時気象庁が関東甲信梅雨入りしたと見られると発表しています。でも打って変わって、今朝はですね、いいお天気ではあります。ただ関東地方大気の不安定な状態は続きます。午後からはあちらこちらで雨雲、雷雲が発達しそうです。局地的に激しい雨となるところもある見込み。昼頃に北部山沿いや甲信地方ですね、発生した雷雲が夜にかけて東京23区など南部の平野部に広がる可能性があります。どうぞご注意ください。最高気温26度前後の見込み。湿度が高くムシムシしそうです。現在気温は浜松町 21.8 度。東京地方今日は曇りのち時々雨。今いいお天気だからといって油断しちゃいけないってことですね。濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県に出ています。さて、おはようテラちゃん、今朝はコロンビアです。コロンビアといえば、今からですね1ヶ月くらい前に結びました、コーヒー生産者の松尾彩香さんです。松尾さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、コロンビア、もう1ヶ月くらい前に松尾さんのお話で衝撃を受けたって方がたくさんいらっしゃいまして、いろんな面でね、もちろんいい面ですよ。もうその生き方がすごいっていうね、勇気があるっていう方もいらっしゃれば、コロンビアっていうのはそういうところだったんだっていうね、コーヒーを諦めかけていたこのパートナー、旦那さんをのお尻叩いてっていう言い方が正しいかどうか分かりませんけど、松尾さんと今一緒に、その2ヘクタールぐらいのね、6000本ですか、コーヒーの木を育ててるという、これにも驚かれてますし、あとはバイクと馬が交通手段だっていう、この馬ここがですね、ものすごくラジオの方には刺さったという、そんな感じのようです。ずっと一年中初夏、日本でいう初夏の陽気で、ただ雨季と寒気があると前回お話伺いましたが、もうすぐ寒気に入るんですか？もうすぐ寒気に入るんですけども、去年からずっとラニーニャ現象って言って、もうずっと雨季なんですよ。もう寒気がもう全然なくって、で今もずっとさっきも雨降ってましたし、もう毎日雨ですね。でいろんなところで、うちの近くもそうですけど、土砂崩れとかが結構そういう被害が起こって、るところがずっと長雨ですからね。そうなんですね。なのでもう早くもう待ち遠しいですね、寒気が。寒気がですね、逆に。だってコーヒーの木だってね、ずっと雨だったらなんかよろしくないわけでしょ。そうですね、やっぱり雨季と寒気のそのリハリっていうのが美味しくなるの秘訣ですので、どうしても雨が多いと、なんかトマトもあれじゃないですか、甘くするためになんか水をあげないとか、そういう、ね、やり方もあるんですよね、コーヒーも一緒で、やっぱり雨ばっかりだと結構その甘やかされちゃって、甘くならないというか、なんか結構味がぼやけちゃうんですよ。なので結構そのコロンビア、その品質が売りのコロンビアコーヒーの味にもちょっと影響しつつあるという感じですね、この長雨は。その長雨なんですけど、だいたい1日雨量っていうのはどのくらい降るんですか？ものすごい激しく雨が降るのではなく、しとしと降ってる感じなんですか？いやでも降るときはもうすっごい降るんですよ。もう本当にバケツをひっくり返したっていうのがもう本当に、そのまんまの感じですね。ってことは30ミリぐらい、滝のように雨が降る、滝のようになると50ミリぐらいの雨って言われるんですけど、どうなんでもそんぐらいじゃないですかね。でも50ミリぐらいの1時間の雨量があるってことで、それじゃやっぱり土砂崩れだって起きますもんね。ありますね、やっぱり各地で、そうですか。あとは後ほどまた詳しくお伺いしますが、1ヶ月前にお伺いした時にも4月28日からデモが続いていて、これ税金かけるって言ってふざけんなって言うんで、国民がですねデモをやっていたわけですが、今でもそのデモは続いてるようですね。
そうですね、規模は比較的最初と比べたら、小さくはなってきてはいるかなっていう感じはあるんですけれども、でもやっぱり国民の怒りはまだ収まっていなくて、定期的に大きな集会っていうのは開かれている状態ですね、あとは新型コロナウイルスの感染者もまた増えつつあるという状況のようですもんね。そうですね、もう3万人近いですね、新規感染者が毎日、新規1日ですね、前回聞いた時には1万6千人ぐらいとおっしゃったと記憶してるんですけど、いや倍ぐらいになっちゃったってことですね。その時はもうそれですごい、そう多いねっていう話をしてたんですけども、今もうそれどころじゃないですね、本当に。まあ、なので、政府もその対応で動き始めたというお話をまた後ほどお聞きします。基礎的なところで今日初めてコロンビアという松尾さんのお話聞いたという方のために、南米の左上ですね、コロンビアは。そうですね、簡単に言っちゃえば左上ですね。すいません、私から簡単に言う、あんたがなんでそのコロンビアの左上とか言う権利あるんだみたいな、そういうふうには思わないでいただきたいんです。あとはスペイン語で、日本のその広さは3倍くらいで、人口が5000万人ぐらいですね。そうですね、で先ほど言った通り、この陽気としては日本の初夏のような感じで雨季と乾季があるけど、今年に限ってはそのラニーニャ現象で雨季が続いているという、こういう状況なんですね。そうですね、あれから1ヶ月から何か変わったことってあります？まあ、いっぱいあったかと思うんですけど。いやでも本当にニュースは全部デモですね。あ、やっぱりデモだ。デモばっかりです、正直。連日そうなんでしょうね。で、そのコーヒーをお作りになってて、それも出荷されてるかと思うんですけども、そのデモで道路が封鎖されて、なかなかそのね、港まで届けられないだとか、そこの港で滞っちゃってるとか、まあ、いろんな問題がどうもあるようで、また後ほど聞かせてください。今朝はコロンビアと結んでコーヒー生産者松尾彩香さんにお話を伺っていきます。時刻5時7分です。文化放送おはようテラちゃんです。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメールの中から抽選でお二人に JA 新潟からシャリッとした食感としっかりした甘さが特徴の新潟県産の牧こだまスイカプレゼントします。当選者7時35分頃です。時刻5時7分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。時刻5時14分です。おはようテラちゃん、この5時台、今朝はコロンビアと結んでいます。コロンビア在住のコーヒー生産者松尾彩香さんです。松尾さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前回ご出演いただいたのがおよそ1ヶ月前、5月18日、時差が14時間で、今コロンビアは昼間の3時ですね。そうですね、はい、3時14分過ぎたところという感じです。簡単に前回松尾さんのこの、ものすごくこの経験豊富というかですね、人生の旅をされてコロンビアにたどり着いた、簡単に言うと名古屋で OL をしていて、そして、そこからですね、いろいろこのお仕事を頑張ったんですけれども、何かこう自分のこのこれだっていうものがなかなか見つけられなかったんですね。そうですね、なんか迷いながら毎日これでいいんだろうかと思いながら通勤してた記憶がありますね、そしてその OL をした、そしてこれじゃないかなと思ってメイク学校に行ってメイクの講師2年やって、でもこれでもないかなっていうんで自分探しの旅に出たんですね。そうですね、スペインに、これで800キロ歩いて巡礼の旅、そこ で、 そうです、ね、スペイン語に憧れたんでしたっけ。そうですね、私全然スペイン語喋れない状態でスペインに行ったんですけど、初めてそう耳から入ってきたスペイン語になんかわーってなって、あ、これ喋れるようになりたいなと思って、そこから勉強し始めました。そこで、まあ、お金貯めて今度スペイン留学しようと思ったんだけど、スペインが物価高いからコロンビアにしようって言うんでコロンビアに行ったんですね。そうですね、そこで熱烈なラブコールを今の旦那さんに受けたラブコールかどうか分かんないですけど、でももう初めて会ってから2週間後にはもうずっと同棲というか一緒に住んでましたね。でそこからもう 今に至る感じです。ああ、そうですか。やっぱりそのビビビッときたんですか。
ビビビと来たのか、まあなんかそうです、そうですね、そうですね、いやいや、で今ね、その今のパートナーが、コーヒー農園やめようかな、もう割り合わないからっていうところをやりましょうってんで、足の裏の皮を剥きながら今も頑張ってるっていう。そうですね、あの昨日私めっちゃ毛虫に刺されて、今ミミズ腫れだらけなんですよ腕。じゃ前回は蜂に刺されて病院でとかね、お話聞きましたけど、はい、今度は芋虫ですか。そう、最近毛虫がすごい多いんですよ。毛虫とアリ、あ、ヒアリですね、そうですよね、うん、前回も。そう、最近すごく多いです、はい、その毛虫に刺されるとどうなるんですか。めっちゃ痛いんですよ、とりあえず痛いんだ。めちゃくちゃなんかもう電気が走るんですね。でその後もずっとヒリヒリしてて、やけどみたいな感じで、私3日ぐらい引かないです、腫れが。あ、そうですか。あれや、で薬かなんか塗っとくだけですね。いや、もう自然治癒ですよ。あ、自然治癒ですか。気をつけましょう。はい、さあ、それではですね、朝刊トップ5ご紹介します。6月15日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、 G7 多国間協調再び。イギリスで開かれていた先進7カ国首脳会議 G7 サミットが閉幕しました。各国の首脳は民主主義や人権などの価値観に基づく結束を再確認し、新型コロナウイルスの禍からのですね、コロナ禍からのこの回復に向けた連帯で一致しています。産経新聞、内閣不信任案今日提出。立憲民主党枝野代表ら野党の党首、国会内で会談し、菅内閣の不信任決議案を今日午前に衆議院に共同提出することで一致しました。朝日新聞、東芝法令遵守の欠如認める。東芝は去年夏の株主総会をめぐり、経済産業省と一体となって海外の株主に不当な圧力をかけたとの外部調査の指摘を受け陳謝しました。毎日新聞、イスラエルネタニヤフ首相退陣。イスラエルの国会はネタニヤフ首相を排除する形で結集した8つの党による新連立政権の信任投票を実施し、賛成60、反対59の1票差で承認しました。これを受けて12年連続で首相を務め、通算在任期間が15年に及んだネタニヤフ氏の退陣が決まりました。日刊スポーツ、小林亜星さん死去。北の宿からなどで知られる作曲家で、ドラマ寺内貫太郎一家の主演でも知られた小林亜星さんが先月30日に心不全のため亡くなっていたことが分かりました。88歳でした。 CM ソングをはじめ全部で8000曲を超えるとされる数々の作品を生み出してきました。はい、以上朝刊トップ5でした。さて、これはあの日本の日経新聞にも出てるんですが、コロンビアの松尾さん、日経新聞の記事でコーヒー豆高値圏という記事が結構大きく出てます、はい。これが摂取済み需要期待という、まあ、どういうことかというと、コーヒーの木豆のですね、国際価格が4年半ぶりの高値圏に急上昇していると。新型コロナウイルスのワクチン接種の拡大で欧米中心にカフェなどが再開し、消費が増えるという見方が強まっています。一方、最大生産国のブラジルでは生産が減る見通し、コロンビアの大規模デモでも価格の押し上げ要因と、ということで、あの為替の円安も重なって日本で値上げの可能性を指摘する声も出始めた。でその記事の下に、生産者ようやく黒字にというこのタイトルで、コロンビア最大の生産者団体コロンビアコーヒー生産者連合会の本部長がですね、日経新聞のインタビューに応じていて、生産者はようやく黒字になったと語ってます。松尾さん、これは松尾さんからしてみればいい兆しですね。そうですね、嬉しいです ね、私からすると。そうですよね、はい、だって、はい、今まで同じに作っている豆が値上がりをしていくんですもんね。そうですね、私があのコーヒー生産を始めた2018年の頃から本当に2倍の価格に上がってるので、はい、同じものを売っても倍のお金で売れるので、はい、今本当稼ぎ時ですね。稼ぎ時ってこれからそのまましばらくいくんじゃないんですか。いや、もうここからいきなり落ちたりするんですよ。でそれが本当に、あの読めないので、あのそのコーヒーの価格ってニューヨークの市場価格で決まるので、はい、その
なんていうんですかね、そのマネーゲームというか、はい、そのね、あの投資とかで使われるんですよね、だからあのいつ上がり下がりするかっていうのが全然予測がつかないので、はい、なのであの、まあ、嬉しいんですけれども、嬉しい反面これいつ落ちちゃうんだろうなっていうなんか、変なヒヤヒヤというかドキドキみたいなのも、あの一緒にあります、ね、あるんですね。そうかそうか、あの昔日本でも小豆相場みたいなこと言われてね、そういうことですよね、まあ、そうですね、投機というか、うんね、そういうところで使われてるという部分がコーヒー豆はあるってことなんですね。そうですね、はい、あとはですね、松尾さん今、まあ、デモのニュースが大体だというふうにコロンビアのことをおっしゃってましたけども、その他だと気になるニュースってどんなものですか？その他だと、まあ、5月末ぐらいのニュースになるんですけれども、あのコロンビアでジャンクフード法っていうのが、はい、あの成立あの間近っていうニュースがあって、で、あのどんなニュースかっていうと、そのなんていうんですかね、そのコロンビアの食品、その、塩分とか糖分とか、あと飽和脂肪酸が多い、はい、あの食べ物、あと飲み物に関しては、はい、パッケージの見える表側にあのそういうふうにあの砂糖がいっぱい入ってますよみたいな、そういう注意書きをあのつけるように、義務付けるっていう法律が、あの制定間近だったんですよ。はい、あ、そうなんですか。そうそう、で、結構おデブさんが多いんですよね、コロンビアって。まあ、南米結構そういうぽっちゃりが多いんですけども、まあ、国民の 52% があの体重超過、まあ、ぽっちゃりですよね、で 30% が肥満って言われて、結構肥満があの深刻化してて、で、あの肥満って今回 の, そのコロナウイルスでその感染したら重篤化しやすいってい う,、ね、リスクもあるじゃないですか。それで結構全体的に国民の健康志向っていうのが高まっているので、まあ、それもあっての法案だったと思うんですけれども、はい、で、あのどうなったかなと思って私さっき調べてみたんです、その後制定したのかなと思って調べたら、なんかあの食品の業界の、まあ、言ってしまえばそういうなんていうんですかね、そういうお菓子とか、そういうのを作っている会社から結構プレッシャーが はい、かかってるみたいで、それやられたら困ると、はい、でなんかそれで結構成立がもう本当に秒読みだったんですよ。あと本会議で可決されたら終わりで成立っていう、本当にもう誰もが決まるだろうと思ってたのに、はい、まさかそこのプレッシャーがあって、業界からのね、業界からの、今その話し合いの一番最後に持ってかれちゃってるみたいで、あ、そうなんですか、時間が余ったらやるワックみたいな、あらららら、そういうことなんですね。それで今結構なんかもう危うい感じになってますね。そうですか。でも私は結構そう、肥満はね、結構気になっているところなので、その肥満とその健康ですね、はい、結構気になるところなので、ちょっと悲しいですね。あ、そうですか。松尾さんの周り、例えばご主人のご家族とかそういった方でやっぱりぽっちゃりって方はいらっしゃるんですか？私の夫の家族はそんなことはないんですけれども、はい、よくコロンビアってバックパッカーの子が来るんですね、でバックパッカーの子が来てなんか行ったことがすごく印象的だったのが、はい、コロンビア人って歩きながら常に何か食べてるよねって言ってて、確かになんかパンとか安いんですよ、でパン屋さんそこら中にあるから、はい、みんな30円ぐらいでパン買って、すごい安いんです、それを食べながらみんな歩いてるから、まあ、それ美味しいんでしょ、まあ、それ太るだろうな、そう、美味しいんです、美味しいんですけど、そう、ね、美味しいんですけどやっぱり太るじゃないですか、はい、そうですね、やっぱだからぽっちゃりは多いですよ。あ、そうですか。あ、それも初めて知りました、じゃあまあね、松尾さんからしてみればコロンビアのその国民の健康のためにもそれは一日も早く成立してもらいたいって感じですね。まあでもちょっと難しそうですね。あ、そうですか、今のところ、はい、松尾さんまた、はい、後ほどお話聞かせてください。はい、お願いします。時刻5時25分です。時刻5時32分です。おはようテラちゃん、今朝この5時台はコロンビアと結んでいます。コロンビア在住のコーヒー生産者松尾彩香さんです。松尾さん、
あ、ちょっと今ですね、リモート画面も固まっている状況ですね。まあ、はるか南米のこの左上にありますコロンビアですけれども、今ちょっとリモートの具合がよろしくないような状況になっている感じです。まあ、先ほどもお伝えしましたけれども、コロンビアと日本の時差ってのは14時間ありましてね、今、コロンビアは日本が5時33分ですから、午後3時33分ですね。そして、日本のこの広さは3倍あって、そして人口は5000万人というところです。で、前回も松尾さんにお話伺ったんですけれども、先ほどもお伝えしましたそのコーヒー、ね、生産というのは思いのほかこの、まあ、激務というか、毎日毎日この、ね、いろいろとこの手当てをしなくてはいけなくて、そして斜面に生えていると、特にこの松尾さんが今生産している2ヘクタールの、このコーヒー畑と言っていいのかどうか、まあ、日本でいうとこの段々畑みたいな、そういったところをこう想像すればよろしいのかと思います。これ松尾さんのこの写真なんかがですね、ツイッターなんかにもたまに出てるんですけども、まあまさに斜面です。前回私も30度くらいあるんじゃないですかと、きついこの斜面で、まあ、これはね、足のこの裏も向けるわななんていう、そんな中で蜂に刺され、病院に行くと何かちょっと、中国の人なんじゃないのなんて言って、前回はですねコロナ大丈夫なんて言われて、蜂に刺されて行ったんですよ。なのにそういう心配をされて、ちょっと遠巻きになんていうね、日本人って分かって、はあ、日本人なのなんていうふうに今度は親しくこうされたりだとか、あとは先ほどは毛虫に刺されたともおっしゃってますし、そんな、まあ、満身創痍というと言い過ぎかもしれませんけれども、そんなコーヒー豆が今は値上がりしつつあると、まあ、これは、欧米のこのコーヒーに対する需要が高まってきているというところもありますし、あとはこのコロンビア、これからですねつながり次第お話伺っていきますけども、大規模デモがもう4月28日からコロンビアで起きてまして、まあ、これは増税という、特に中間層に増税するっていうんで、ふざけんなっていうこのデモが今も、まあ、縮小されたとは言うものの続いているという、まあ、そういう状況の中なんですね。でも先ほど松尾さんにこのコーヒーの豆が少し上がりましたねって言ったら、2倍から3倍ぐらい価格が上がって嬉しい限りだと。ただこの先、まあ、陶器マネーゲームにも使われているようですから、このコーヒーの木豆っていうのはニューヨークでね、このニューヨーク4年半ぶり接種進み需要期待なんて、今朝の日経新聞にもコーヒー豆高値圏なんていうこの記事が出てるんですけども、今コロナの中ですね、またこの一方ではコロンビアでは人口5000万の後の中でコロナが、まあ、デモの関係もあるとは思うんですけれども、そのコロナの感染者がまた増えてきてしまっている。ここで政府が、まず一つこの手立てというのを今回するんですね。これまではロックダウンかけていて、なかなかこう外出だとかお店開く8時までだとか、まあ、これはまあどこでもそうだったんですけども、ご多分に漏れずコロンビアもそういうことでした。さて、つながったでしょうかね。コロンビアの松尾さん。はい、すみません。はい、あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、こういうこともあります。コロンビアですから、まあ、コロンビアですからっていうと別に馬鹿にするわけじゃないんですよ。遠いですから。めちゃくちゃ雨降ったんですよ。え、あ、めちゃくちゃ雨が降ったので、多分それでおかしくなっちゃったんじゃないかなと。今豪雨だったんですか。そうなんです、すみません。やっぱり雨の影響っていうのもある。いや、大丈夫ですよ、まだまだ時間はたっぷりありますから。今私心の中では必死につないでおりましたんでね。はい、申し訳ございませんでした。いいんです、いいんです。今までの知識を総動員して松尾さんのお話をさせていただいておりました。さて松尾さん、今も話してたんですけれども、コロンビアではこのコロナの感染者が増えてきていて、そしてデモも相変わらず続いていて、まあ、それが原因ではないかということのようなんですが、これやはり改めてお伺いします、コロンビアで新型コロナウイルスの感染者増えているってのはやはりデモが原因ですかね。そうですね、デモが始まってからちょうど 2,3 週間ぐらい経ってからすっごい増えたので、はい、まあ、きっとデモでしょうね。デモなんですね。はい、一方医療体制ってのはどうなってますか。
医療の方は集中治療室も結構いっぱいの状態 で、はい、でもうどこも 95% 都市部は特に 95% を超えてしまっているような状態ですね。で一回あの私の夫のいとこがバイクで事故を起こしてしまって、で手術後の状態が良くなくて集中治療室が必要だったんですけれども、はい、空きがないって言われちゃって、もう手術後そのままその部屋で待機させられたっていうのもあるので、結構そうですね、身近に影響は感じてますね。そうなんですね、ということはその集中治療室、特にこの重症患者のベッドも大変 90% 台来てる、まあ、100% に近いと言っても過言じゃないですよね。でその新型コロナウイルスの感染拡大にあたってですね、その感染対策を厳しくするのか、それとも経済を回すのか、まあ、これはもうどこの国でもそのバランスの難しさというのには直面してますが、この感染再拡大にあたってコロンビア政府あの対応がちょっと変わってますよね。そうですね、普通なんかこれだけ死者がもう600人近いですし、はい、これだけ感染が爆発してたら、じゃあロックダウンだって普通なると思うんですけれども、はい、今回コロンビア政府が出したのはもう全部解除しましょうと、はい、だからロックダウンじゃなくてもうそれも全部解除ってことなんですね。もう今まで通りの生活、アフターコロナみたいな感じですね。もうなんかマスクの着用とか、はい、あのアルコールとかはそういうの、あのそういうなんていうんですかね、ベースの部分は、あの呼びかけつつも、はい、そういう規制、はい、そういう移動制限みたいなのを全部取っ払っちゃいましたね。それはどうしてそういう策に出るんですか。っていうのは、まあ経済にもすごく影響を受けてますし、はい、あとはこのパンデミックの影響ですごい失業者が増えちゃったんですね、はい、で都心部に関してはもう本当に 20% ぐらいが失業者の状態 で若者と女性が特にあのその打撃を受けてまして、若者に関してはもう4人に1人が仕事してないみたいな 25%、はい、そうですね、っていうあの状態で、結構今回のデモとそれもあると思うんですよ、はい、あのお金がないと、お腹が空いたとみんなデモしてる人も多いと思うので、まあ、それを受けて の、あの決定でしょうね。まあでもこれは大英断というか勝負に出たって感じはしますよね。もう賭けですよね。そうですよね、はい、はい、悪い方に転がればだってさらに増えるんですもんね、感染拡大。そうですね、ただでさえワクチンのスピードがそんなにコロンビア速くないので、はい、これはどうなるのか本当に全然わからないですね。今ワクチンというのはどんな接種状況ですか、コロンビアは。ワクチンは今は1回目の接種が終わった人が 18% ですね、はあ、はあ、で3月から始まっててこのペースなので、はい、ちょっと大丈夫かなっていう、はあはあ、今、50歳以上が接種対象になってます、はい、ということは政府の目論見としては、まあ、もちろんこのロックダウンを解いて、だけどワクチン接種をどんどん進めていってという、まあ、そんな状況なんでしょうね。そうですね、両方続けていこうっていう感じでしょうね、行こうということですね、はい、あとはその入国の際とか云々というのはどうなってますか、コロンビアに。あ、そうなんですよ、今まで入国の際はその PCR の陰性の証明を提出しなきゃいけないっていう、はい、いうあの決まりだったんですけれども、それさえも取っ払ってしまったので、はい、あのもう観光でもあの復活させようと思ってるんでしょうね、きっと。ってことは経済も全開だということなんですね。全開です、もうどんどん来てくださいと、はい、でなんとか雇用回復に向けていこうじゃないかってことなんでしょうね。そうですね、はい、これまでは松尾さんどんな規制が敷かれてました、例えばこの何時までお店何時までとかそういうのは。これまでは、前回のラジオでもお話しさせていただいたように、はい、その 4×3 モデルっていうのを都心部では行っていて、はい、あの4日間はあの今まで通りに仕事をして、で週末の3日間は家でおとなしくしててくださいっていうのが、はい、あの結構メジャーですね。あとは、お外の散歩は1時間以内にしてくださいとか、はい、あとは禁酒法ですよね、あの、お酒の飲まないでください、売らないでください、はい、そういうので結構あの規制は厳しくて、で結構いきなり言われるんですよ、金曜日の朝に、じゃあ今日の夜から月曜日の朝まで外出ないでくださいとか、なんかすごいいきなりコロコロ変わるんですね、しかもそれが、はい、なので結構それであの皆さん疲れているのか、あのそういうので不満っていうのも結構あったんじゃないかな、まあ、それでずっと4月28日からデモも続いてるっていうことなんでしょうね。そうですね、はい、でも今回この規制解除っていうのをコロンビアの国民皆さんはどう捉えてますか。
そうですね、だってそれ聞いた時はこれはちょっと荒れるんじゃないかと思ったんですよ。そんなことしたらまた増えるじゃないかっていう意見があるのかと思いきや、結構みんなあ、そうなのみたいな、はい、まあ一応なんかあの不安に感じてる人はいるみたいですけれども、でもそんななんかその政府になんでそんなことするんだとか、はい、そういうのは全然ないですね。なんかあもうないので OK みたいな。あ、そうですか。ラテンですよね。松本さんだってさっきおっしゃったみたいに1日600人ぐらいの死者が出ていても結構そういう雰囲気なんですね。そうですね、結構皆さん楽天的ですね。さてあの改めてデモについて伺います。コロンビア政府の規制改革、増税に反対するデモが4月28日から、始まってずっと続いてますが、まだ収束の気配というのはありませんか？そうですね、もうその元々の発端となった増税案ももう取り消され、あの取り下げられましたし、その増税案を決めた大臣も辞任したんですけれども、はい、まあ、やっぱり今までたまりにたまった不満っていうのがあるので、はい、でそのデモをしながらもやっぱり警察が暴力によってあの抑えつけようとしてくるので、まあ、それが結構あの火に油を注ぐような形になってしまって、あのもう取り返しがつかないような状態になっちゃってますね。そうなんですね。以前そのね、デモで警察のバイク蹴ったら射殺されちゃっただとか、あとはその麻薬組織からリーダーがやはり殺されたなんていうことを聞きましたけれども、その1ヶ月以上続くデモですけれども、これまでに何らかの成果っていうのはあの松尾さんから見てどうですか、ありましたか？そうですね、まあ、あのさっきもお話ししたように、そのデモが始まってすぐに増税案が引き下げられて、で大臣も辞めて、であの他にもその問題となってた健康保険制度の改革っていうのも取り下げて、はい、であとは何があったかな、教育 の、 あの補助っていうか無料化ですね、はい、一部の無料化、そうですね、はい、一部の無料化っていうのもあって、まあ、いろいろ少しずつあのなんていうんですかね、まあ、一応政府としてもなんか、まあ、そういうところは出してきてはいるんですけれども、やっぱりなんかそのなんていうんですかね、その警察の暴力、はい、っていうのでちょっとあのなんていうんですかね、国民の理解が追いついてないというか、であの警察の改革っていうのもそのデモ隊のあのなんていうんですかね、要求の一つなんですよ、はい、そういうふうにあの暴力的な警察をあのなんとかしろと、で一応あの出したんですよね、そのじゃあ警察の改革をしますって言って、あの政府は一応表向きではなんかあの改革したぞっていうのを出したんですけども、そうなんですね、そうなんですよ。でも内容としては結局それを暴力を抑えるための改革につながるような、はい、あの案っていうのは全然なくて、はい、であの私が結構おおって思ったのが、あの警察の制服変えましょうっていう、制服、はい、なんか今まで蛍光グリーンだったのを黒色に変えますっていう風に宣言して、で私びっくりしたんですけど、だってそもそも増税案っていうのはそのコロナでお金がなくなっちゃったから税制を増やしますよっていうあれだったのに、なんでこのタイミングで警察のユニフォーム変えてそこで税金使うのかっていうのがちょっとよくわからなくて、他の人はそこで怒ったりはしないんですか？あの皆さん怒ってます。怒ってるやっぱり分かってます。もう見かけだけの改革しやがってって言って、それがまたあれですね、あの火に油注いじゃいましたね。あ、そうなんですね。あとあの先ほどもコーヒー豆がこの高値県という記事でもご紹介しました、コロンビアの大規模デモでも価格の押し上げ要因となっているというところなんですが、このデモで各地道路が封鎖されているということなんですが、これは誰がどういう目的でやってるんですか？ですね、その封鎖してる人たちは、はい、その封鎖をしないとあの政府は聞いてくれないっていうふうに思っていて、はい、であの今までその問題があるたびに一応国民は声を上げてたんですけれども、まあ、政府は耳を塞いでしまっているような状態、はい、であの聞いてもらえなかったっていう不満があるので、そういうふうにあの道路を封鎖して流通を麻痺させることによって、もう無理やりにでも注目してもらおうっていうのが、あのそういう正義感を持って封鎖してる人たちはやってますね。でも今松尾さんもおっしゃった通り、道路っていうのはその流通のものですから、封鎖されたとなると物流ストップする、食べるもの医薬品含めて、これ経済のダメージって大きいでしょうね。めちゃくちゃ大きいですね、なんか一部のスーパーマーケットではなんかあの食品とか空になっちゃったりとか、はい、あとはその全体的にやっぱり値上げがあの進んでますね、はい、
大体 20% ぐらい全体的にやっぱりあの運べないので、うん、上がってきちゃったりとか、はい、あとはその野菜とかあと牛乳とかを、はい、その封鎖で通れないからその間に腐っちゃって、はい、なんか破棄をしないといけないとか、あのそういうダメージが結構あの起きてますね。あ、そうなんですね。これでもその封鎖ってのは具体的にどうやって封鎖してるの？バリケードかなんか気づいちゃってるんですか？あ、バリケードですね。あのいろいろその木を倒したりだとか、あと鉄板とかでも道を塞いでしまったりとかしてます、はい。で例えばどういう人だったら通れるとか、お金払えば通れるとかあるんですか？いや、もう誰も通れないですよ。誰も通れない。ただあの誰も通れないです。ただなんかそういうどさくさに紛れて封鎖ビジネスみたいな感じで、あの勝手に道封鎖して、あのいくら払えって言ってお金稼いでる悪い人はいますけども、基本的にそういうバリケードはあの誰も通れない。誰も通れないようにしてるってことなんですね。まあ、それで政府に俺たちの言うことを聞けというアピールをしてるわけですもんね。そうですね。松尾さん、この道路封鎖で、あのコーヒーも影響を受けてるはずなんですけども、生活あと仕事に具体的にはどういう影響を受けてますか？そうですね、私の生活自体はそんなに影響はないですけど、あ、はい、結構あのこう、まあ、ちょっとあのなんていうんですかね、食べ物、卵の値段がちょっと上がったぐらいですかね。あと犬の餌が高かった。松尾さん、ま、あの犬の餌まではやっぱり作ってないんですね。卵の犬の餌はさすがに鶏は飼ってないんですか？鶏はあのこれから買います。来週買います。だってこれ、ね、まあ、あの食べるものは大体お作りなんでしょ？あの畑もありますけど、あのやっぱ今回その封鎖の影響で卵の値段が上がったのを受けて、はい、ちょっとこれはもううちで鶏買おうぜって言って、もうないものはもう、自力で、はい、手に入れるしかないからっていうので、まあ、そうですね、やっぱそういう風に値段が高くなってきてるっていう、まあ、生活の面でのちっちゃい不便はありますけども、はい、コーヒー産業としては結構大きな打撃が受けてまして、あのさっき あの日経新聞でもちょっとお話しいただきましたけども、はい、あのコロンビアのコーヒーってほとんどがあのブエナベントゥーラっていう太平洋に面している港から輸出されてるんですけれども、はい、そこまでの道が封鎖されてしまってるので、はい、まあ輸出できないですよね、はい、そのコーヒーを港まで運ぶことができないので、ですね、本来輸出しないといけない 11% の量しかまだ輸出ができていないみたいで。 11% しか輸出できてないんですか今コロンビアからは？そうですね、なのでまあ、それで結構なんていうんですかね、顧客を失う可能性があるんですよ。やっぱりそのコロンビアからコーヒーが入ってこないから、じゃあそのブラジルのコーヒー使えばいいよねとか、そういうふうに今までコロンビアコーヒー使っていた人が使わなくなってしまったりっていう、そういうリスクがあるんですよね。それで結構業界のコーヒー業界の人たちは早く封鎖解除しろっていうふうに毎日訴えてる状態です。まあ、そのコーヒー豆って木豆っていうのはね、結構持ちますからね、別にそれがすぐ腐るってわけじゃないけど、今松尾さんおっしゃったみたいに、あ、コロンビア今まで好きで飲んでたけど ないんだったらしょうがない、他のでいいわってなっちゃったら、その先そのまんま行っちゃうとお客がいなくなっちゃうってことですもんね。そうですね、木豆ってそうさっき、ね、おっしゃったように腐らないので、まあ、置いといても後から輸出すればいいって言ったら、はい、まあ、それはそうなんですけども、まあ、その顧客を失うというリスクもあるし、はい、あと一つリスク、その生産者のリスクっていうのは、その輸出業者とか、はい、あと農協っていうのはそのコーヒーを輸出したお金を資金として、はい、コーヒーを売りに来た生産者にお金を払っているんですけれども、はい、今輸出ができないので、農協とかその輸出会社も手元の資金がないんですよね。なので今そのコーヒーの価格が高騰してて、生産者は今すごい売りたいんですけれども、売りに持って行っても、買ってあげられない、買うお金がないっていう、状態になりかねない、ところどころそういう風になってしまっているっていう話も聞きますし。そうですか。なのでそうですね、せっかくの価格高騰を、はい、利用できないっていう、儲けることができないっていう生産者は多い。まあ、そういう時こそ政府がね、なんとかこのお金を、まあ、貸すでもいいですから、そしてその生産者にこう現金が入ってくるようになれば、うまく経済回っていくと思うんですけどね。
まあ、政府もいっぱいいっぱいですからね、今。いっぱいいっぱいなんですね。その道路封鎖っていうのがね、だから、例えば松尾さんのところで、豆、コーヒー豆作りました、木豆運びます、でも途中のこの道路が封鎖されちゃってるから、どこか集荷場までは行けるけれども、その集荷場から港まで行けないっていう、そういう状況なんですか。そうですね。なので私たちがいつも売ってる農協をこの前見に行ったら、はい、入り口ぐらいまでコーヒーの浅袋がもう迫ってきてるような状態で、なんでこんなにあるのって聞いたら、いや港まで持ってけないからここに置いとくしかないんだよねって言って、そうなんです、言ってましたね。で、そこでお金はもらえないんですか、今は。いや、私たちが売ってるところはまだ資金が残ってるみたいなので。そうなんですか。払ってはくれますけども。ってことは今2倍になってるってことですか、コーヒー豆が。今すごい儲け時ですよ。今ですよね。うかうかですよ、コーヒー農家。うかうかっていうとなんかだけどね、さっきも話聞いたけど、毛虫に刺され、蜂に刺され、足の裏があって、あと UV 気にしながらとか、いろいろ大変ですもんね。大変ですよ、もう本当に。それでもこうやって価格が上がるとやる気にもつながりますからね。そうですね、でも価格が上がったって言っても、やっと普通の生活ができるようになったって感じですね。今までがすごい安かったので。そうなんですね。あとは気になるのが馬なんですけど、馬元気ですか。馬元気ですよ。なんかうちの馬あんまり働かないっていうか、私たちの近くの人たちは馬をそのなんていうんですか、荷物を運ぶものみたいな感じで、労働力として飼ってる人たちが多いんですけれども、私たちの馬何も運ぶものがないのにどんどん太ってますね。ちょっと待って、どうして運ぶものがない。コーヒー豆は違うんですか、やっぱり他のもので運ぶんですか。コーヒー豆は私たち今まだ再建し直しばかりなので、はいはい、そんなに運ぶほど量がないんですよ。なので多分来年ぐらいから仕事してもらいます、馬は。そうなんですね。あれ、ちなみに馬の名前は何て言うんですか。馬の名前コンフィッテって言います。コンフィッテ。コンフィッテって言いますね。コンフィッテってお出ぶちゃんです。どういう意味があります。コンフィッテってどういう意味なんだろう。そうですか。ぜひとも次回までに、もうだってね、おそらく、一緒になった時にはすでにその馬もいたんでしょうからね。そうですね。最近馬乗りました。馬最近乗ってないんですよ。でも最近ちょっと本当太ってきちゃったから馬、ま、ちょっとダイエットのために一緒に散歩しないといけないですね。馬にはやはり鞍ってのを乗せるんですか。乗せずに乗れる人もいますけど、私はちょっと怖いので、くらつけたいんですけど、重いんですよ、くら。だから私一人じゃつけられないから、上に乗せるのも。そうだから、じゃあ散歩行こうかってフラって行けるようなあれじゃないんですけどね。そうか、我々がこの想像して、まあ、でも多分ね、そう、でもやっぱりあの馬もダイエットしないといけないんで、はい、ぜひともちょっとこの週末ぐらいは、はい、ダイエットさせてあげてください。はい、今朝5時台はコロンビアと結んで、コーヒー生産者の松尾彩香さんにお話を聞きました。松尾さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。